私たちの時間は限られています。その中でマイホームを買い、そのローンを数十年にわたって払い、そして時に車も買うでしょう。その車も 5,6 年で買い替えるはずです。そして家族と大切な時間、どうやってその時間とお金を作っていけばいいのでしょうか。今回は時間のないサラリーマンのための副収入構築術、株スクールの紹介です。こんにちは、速稼塾の久保でございます。まあちょっと仰々しいオープニングだったんですけどもね、ここからはいつもの通り私のこの顔を出してお話ししようかと思いますけども、まあ、速稼塾を始めてもう10年になるんですけども、私がね今までずっと取り組めなかったことがあります。それがですね、株の投資方法なんですよ。この株につきましては私はね随分後回しにしていて、その代わり私はアフィリエイトをやったり転売をやったり暗号通貨で一山当てたり、そして YouTube を2万本の動画アップロードに成功したりね、そして FX もここ5年で攻略しました。ただなかなかね株に取り組む機会がなかったんですが、半年ほど前にその速稼塾に参加してくださった方がね、今株スクールをスタートしたということで、これをね私もねいろいろと見させていただいたんですけども、いやこれはねサラリーマンの方、時間がない方にうってつけの投資方法だなと思いましたね。でそもそもサラリーマンの方ってほとんどの方が株式会社に勤めてるじゃないですか。こんなに身近に対象となる投資物があるのに株をやらないって手はないと思うんですよね。そしてできればね自社株を買って自社株を大きく当てるっていう風な方法も取っていただきたいんですけども、なかなかそんなにね上場前の会社に入社しているよって方はいないと思いますんで、今回は狙い目の株をちょっとねこのストーンさんと一緒に聞いてみようかなと思うんですよ。例えばですよ、今こういう感染症の世の中ですけども、医療株とか感染症に対する薬剤の株式ってどうなるか想像できます？落ちてますかね？逆じゃないですかね。経口薬とかかなり開発にお金を注いでるものが注目を浴びて、今治験がもうすでにね市販の段階に入ってるってところもあります。じゃあこの薬剤が市販されたらその関連株っていうのは上がっていくんじゃないですか。もしくは上がることを見越して今仕込んでる人がたくさんいるんじゃないかなというところもあるんですよ。その他ですね、ズーム会議などが増えたことによるインターネットのリモート型、こういった会議や出張の代替となるものがだいぶ増えました。サラリーマンさんも実感されてると思いますけども、接待がなくなったり出張がなくなる代わりに自宅でオンラインで会議をやったり、いろんな指示を出したりとかね、指示を受けたりってことが増えたんじゃないかなと思うんですよ。それに類するインターネットの背景の作業のプロンプトですよね、要するに資料の作成とか、こういったパソコンの作業っていうのも増えたと思うんですよ。そうなるとですね、パソコンの例えばですよ、テンプレートを作る会社っていうのも今ね株価が上がってるわけなんですよ。つまりですよ、これ投資の世界では昔から言われてることなんですけども、事故の裏で富豪が生まれるっていうんですよ。何か大きなトラブルで世界が動揺して、いろんな方がね非常に厳しい状況に置かれた時、反対側では大きな利益を上げてる人がいるってことなんですよ。私たちは簡単に転職ができない、そんな立場にいるかもしれません。でも伸び盛りの株式を買うことっていうのは今の会社に勤めながらでもできるわけなんですよ。ここが狙い目なんですよね。で今回はですね、この株スクールのストーンさんをちょっとお招きしてですね、これから始まる第1期株スクールのことについていろいろと聞いていただくのと一緒にですね、聞きにくいこととか、これから狙うべき株式などの質問もいろいろと私の方からぶつけていこうかと思います。私もですね、まあ一人の投資家としてですね、株の投資にこれから足を踏み入れるとなると、本当に初心者ながらね、興奮と期待がね冷めらないところだと思います。で皆さんもね株にちょっとだけ興味がある、でもなかなかハードルが高そうだなと、株の証券口座って開くの難しいんじゃないかなと、自分は株をやるにしても本当にね5万とか10万ぐらいしかないんだよって、いろんな方いると思いますけども、でもね実際に株式っていうのはとんでもない爆益を生むこともあるんですよ。これが私がね株をずっとやろうと思いながらできなかったところになるんですけども、株っていうのは大きな利益を生むのと同時にですね、どういうふうに見たらいいのかわからないってところがあるわけなんですよね。つまり株っていうのは無数の会社がある中でたった一社なり数社を選んで、それが業績を好調になっていくと大きな含み益が出ますんで、そこで決済して利益を得ていく。例えば10万円を100万円にしたり、100万円を1000万にしたりってことが起きるわけなんですよね。今10万円を100万って言いましたけども、じゃあ単純に株が一銘柄かね、1年間かけて10倍になったとしたらどうですかね。手元の10万円が100万円になるってことなんですよ。これしかも作業がほとんどないですからね。そうなってくると、作業がないってことに関しましたら、 YouTube を量産するでもなくて、アフィリエイトサイトをたくさん作るでもなくて、転売のための仕入れや発送するでもない。つまり
作業時間が全く取られない、その中で大きなお金が生み出されているということなんですよね。これはきちんと冷静に市場を分析する目を持てば、そんなに難しいことではないっていうのは FX をずっとねやってきた私だからわかります。 FX ってのはドルと円の強さの関係ですんで、本当にね不特定多数の情報も入ってくるわけなんですよ。そういった情報をかき分けて、買いに行くのかセルに行くのかってことを考えなければならないときにテクニカル理論っていうのを使っていくんですね。このテクニカル理論っていうのはほとんどの場合で当てはまりますので、私はこのテクニカルだけで利益を取り続けてるわけなんですけども、ただね株にはどのぐらいこのテクニカルが通用するのか分かりません。ただ FX で培った知識がそんなに無駄にはならないと思うんで、その辺も期待しながらこれから株スクールをね見ていこうかと思います。ということでね、私がくどくど話してもしょうがないんで、この詳細はですね今月2月22日21時からズーム対談をちょっとやっていこうかと思うんですよ。そこではですね週刊中年ジャンプの編集長であるストーンさんをお招きして、このストーンさんのスタートする株スクールについてじっくりと掘り込んでいこうかと思います。例えばねどんな質問をぶつけるか、こういったものがあります。サラリーマンとしての収入が上がりやすい世の中だと思いますが、今の仕事を辞めることも考えていない、こんな方結構いいんじゃないですかね。こういう質問をしていこうかと思うんですよ。そんな中で本業にはしたくないんだけどもプラス3万とかプラス5万の副収入を得たいんだと、こういうふうな方がいるとしたら、株式の知識がないんだけども覚えることは多いんでしょうか。毎日30分とかね1時間は時間かけていこうかと思ってるんだけどもどうでしょうか。こういったより具体的な質問をね、これから2月22日のライブ対談ではこうねぶつけていこうかと思います。その他ね視聴者さんからもこんな質問してくれあんな質問してくれっていうのが今上がってますんで、これからでもね久保さん代わりにこれ聞いといてよっていうのがありましたらお寄せいただきたいと思います。下のメールアドレスまでご連絡いただきますようよろしくお願いします。それではね今日のお話は以上です。2月22日21時から必ず時間を取っといてください。ではよろしくお願いします。いらっしゃい。